では、いただきます。よっしゃ、いきます。ケンイチです。今日は宅飲み、家飲みです。いつも辛いのばっかり食べてるんですけど、まあ、前回ちゃいますけど、前回はちゃうんですけども、今回はなんとね、辛いものを食べます。今なんだよ、何ちゅうた、すいません、すいません。何を飲むか、こちらですよ。すごいでしょ、ストロングキューパーがね、このイオントップバリューも出たということですよ。これね、110何ぼですよ。やばいっすね。キューパーですよ、ババーンみたいなね。後ろ見たら、ウォッカ、スピリッツ、レモンとかまあ書いてますけども、まあ、ストロングチューハイ自体は重いのか、ウォッカとかスピリッツ系が多いかと思います。で、嬉しいのはこちら、プリン体ゼロ、まあ、これぞ救世主のお酒じゃないですか。もし無人島に一本何かお酒持っていくんであれば、何かって言ったら間違いなくストロング持ってきます。少しの量で酔えるから。まあそれはさておいて、で、今日は何がつまみ、何がつまみ日本語おかしいねんて。何をつまみにするかということで、珍しいものを今回買ってきました。大阪といえば何ですか？違いますね。たこ焼き。あともう一つは？違いますね。お好み焼き。この二つがなんと缶詰として売ってるのを母ちゃんが見て、これネタになるから買ったのは、まあ、そういういきさつで買った品物になります。まず見てくださいよ、こちらはね、たこ焼き缶詰なんですよ。もう珍しくてしゃあないんでしょう。世界初、柔らか食感、ソース4個入り。うん、これなんとね、大阪西区で作ってます。あんな大都会でこういうたこ焼きを作ってるっていう、もう素晴らしいです。バーン、こちらです。たこ焼きマンボで、マンボ、これお好み焼きや。缶詰っていうのは長く置けるっていう意味で、食べたい時につまみとしても食べれますし、もし災害の時あったらこれはこれとして食べると、非常食としても大事という。まあ今回は普通に食べますけども、だからもうこれもしね、食べて、あ、うまいなと思ったら非常食に買いますけども、今ちょっと救急車通ってる。ルルルルバブバブバブってなりますよね、救急車。このマイクが結構拾いますんで、絶対に入ってると思うんで、今喋りました。まあ、まあ、非常食でもし買ったとしても、非常食で食べるよりか、先つまみとして食べてしまう気持ちかもしれません。まあ、とりあえず、開けてみましょうか。てか、開ける前にちょっと飲みたい。飲みたい。いきます。いや、これね、ドライなんで、ドライっていうのは大概レモン風味がするんですよ。何にもレモン入ってない。いや、今日はこれレモン入ってるわ。あ、レモン果汁入ってるわ。あ、なるほど。ま、関係なかった。開けます。いやー、いいですね。カロリーは一缶500ミリに対して271カロリー。まあそういうことですね。カロリー、アルコールもカロリーですからね。では、いただきます。めっちゃなんか、めっちゃスピリッツか、ウォッカ、いや、スピリッツの風合いが鼻に抜けますね、これ。あの、ストロングに、ストロングの名前にふさわしい味ですね、これは。今までちょこちょことストロングは飲んでますけども、すごくアルコールのふわっとするのがすごいかもしれません。あ、サンガリアの 12% に近いかもしれませんね。じゃあ、ではあの、たこ焼きを開けます。あ、めっちゃええ匂いするわ。まあもうこの照りが何とも言えないぐらい美味しそう。食欲をそそりますね。で、香ってくるのを間違いなく、うまいだろって言わせるようなソースの匂いがします。いや、これこのまま食べれるから一旦移しますね。ドドドドドーン。ドド。あ、スライムみたいな音する。おー、あー、なるほどね。まあこういう感じですね。たこ焼きの缶詰のたこ焼きです。次はお好み焼きっていうことなんですけども、おお、あ、ちょっと、おい、大きにとか来てる、大きに。
あ、大阪って書いた。開けたら、鰹節、青海苔、広島名物のおたふくソース。それで缶詰ですね。缶詰の絵柄はこんな感じです。では、開けます。な、なっと、あっと。あった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 シャギーン、この、シャギーン、まあ、とりあえず、下に置きますね。あれあ、これ、え、どうやってするんだ、あ、2枚入りとかなってるんだけど、ちょっとこれギリギリだから、あー、なるほどね。なるほど、っていうか、あの、ギリギリ、わー、ちょっと待って。ギリギリだから、こう、出すの難しい。わかりますか、ハンバーグみたい。うわ、ちょっと、ああ、まあ、とりあえず OK。見た目マルシンハンバーグかなと思わせますけど、違いますよ。じゃあ、これにおたふくソースをかけましょうかね。うん。まあ、片一方かけます。片一方だけね。なぜかって言ったら、片一方とりあえず食べて、この冷えた状態で食べるということなんですね。で、もう一つは電子レンジで温めてから食べるというスタイルでいきます。うん。おー、なんか、おお、いや、楽しい。おお、たたたたた。いや、らしい。めっちゃらしいやん。まあ、ほら、もういただきます。まずは、たこ焼きからいただきます。こう、触った感じっていうか、この箸でつまんだ感じは、かなりふわふわですね。掴んだら、ぐーっと、こう、中に入ってしまうぐらいふわふわです。なるほど。やっぱり難しいんでしょうね。たこ焼きって言うと、もうあの、焼きたてのあの感じとかあるじゃないですか。まあ、焼いた後、時間置いたたこ焼きとかあるでしょ。まあ、そのたこ焼きならまだたこ焼きなんですけど、やっぱりこう缶詰の中でずっと長時間、このタレの中でおると、その中におると、非常に皮的にも難しいんかと思います。だから、あの、柔らかめっていうふうには書いてたんかと思うんですけど、まあそうですね。これからね、例えば、焼くとか、今この状態から焼くとか、この状態から例えば、天ぷらの衣につけて一旦揚げるとか、これで揚げて食べたらまあ美味しいと思いますけど、どうしてもやっぱり食べた時のたこ焼きの食感をこう求めてしまうと、ちょっと違うかなと思います。たこは結構しっかりしてますね。いや、あ、合うわ。確かに合う。温めてないお好み焼きをいただきます。うん。間違いなくお好み焼きの匂い。そらそうですよね。ソースに、鰹節に、青のりですから。うん。うまい。いや、うまい。あ、これうまいわ。酒が欲しくなる。いや、うまい、うまい。まあ、とりあえずあの、電子レンジにしてきます。今、電子レンジで温めてきました。あのね、いや、すごい美味しい匂いする。たこ焼き。やっぱ温めた方が、間違いなく美味しいと思う。ちょっと、いや、食べたくなる。電子レンジで温めた、たこ焼きの缶詰。めっちゃ風味出てるわ。やっぱ全然違う。あの、温めた方が間違いなく美味しい。うんうん。あ、このソースもうまい。あ、うまっ。あ、うん、あ。と、ソースをかけてからの、かつお節タップ。で、最後に、青のり。超いいんじゃないの？いや、楽しみ。やっぱりこの、ぬくいっていうのは幸せですよね。いただきまーす。あ、全然ちゃう。このね、持った時のこの、今触れてるでしょ、こう。ちょっと、パパ喋るためにこのなんか、カツオがいっぱい飛んでしまうけど。あの、もうさっきまでカチカチだったけど、やっぱりこう、温めたら震える。まあ、なるほどね。うん。うん、うまい。あ、いただきました。
あー、なるほどね。まあ、まあ、両方いただきましたけども、このたこ焼きとお好み焼き、両方缶詰で、全く同じぐらいの大きさだと思います。もうたこ焼きの方は、あのタレの状態でずっと置いとけらならないっていう、この環境下ですごく頑張ったなっていう商品だと思いますけども、あのたこ焼きと思ってあのイメージで食べるとちょっと違うかなっていうのが正直ありました。で、温めたらもう香ってくるソースがめっちゃビールが飲みたくなる品物だと思います。で、対してこちらお好み焼きの方は、まあさすがにタレにつけてない状態だったんで、お好み焼きの生地はしっかり残ってるかと思います。で、温めたら温めたで本当にお好み焼きみたいな感じでした。今回は大阪名物のたこ焼きとお好み焼きの缶詰とイオンのトップバリューのストロング 9% を飲んで食べた動画でした。家飲みシリーズは今後ともアップしていきますんで、興味ある方、飽きさせない動画を続けていますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。で、チャンネル登録と、あとはね、ベルマークを押してください。ベルマークを押したら、ケニチが出した動画にすぐ、あなたに通知が行きますんで、よろしくお願いします。やっぱりね、9%はやばい。もうこの一缶飲んだだけでもね、もう、結構酔ってます。